洗濯場の上の野ぶたのいるお母さん。俺が母ちゃんと初めてキスしたのは、宿舎が壊れた野ぶたのいるお母さん。俺が母ちゃんと初めて、本日午後3時20分、ユライズ連邦空軍第6師団がオルテガ共和国に侵攻しました。第6師団はオルテガ共和国首相官邸周辺を空爆。官邸内にいたオルテガ国首相クルーズ将軍を逮捕した模様です。大国が外交ルートを無視して国境を越え他国の国家元首を逮捕するという異常事態に国際社会は驚きの色を隠せません。まもなくユナイツ連邦ケリー大統領の特別記者会見がある模様です。我がユナイツ連邦の正義は神の名において正義であり、すなわち世界の正義であります。今回のことも我が国が世界の警察としての役割をほんの少し果たしたに過ぎない。つまりオルテガ共和国元首クルーズ将軍は世界に対しての卑劣なる犯罪者なのだ。よってこの男を逮捕し裁判にかけるのは我が国の正当なる権利である。クルーズはその権力地位を持って麻薬を栽培し麻薬の密輸密売を組織運営した。我が国だけでなく全世界の人々特に青少年に及ぼした悪影響は許しがたい。では記者諸君、クルーズが我が国の法廷に立って裁かれる日にまた会いましょう。大統領、大統領、そんなお願いします。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 クルーズ食事だ。10分以内に食え。